今日は途中から風が強くなってきました競争水面まだこの時間帯でも収まりません予選3日目のボートボーイカップいよいよ残りか残るカードはあと2つ競争水面は11レーススナッチ選抜となりますここは比較的内枠勢もゆっくりとした動きスタート展示堂用コースは枠なりの体制です絶好悪点して人気の軸となりました1番の北川隼二 ここに来て2着並べています1番の北川シリーズ初勝利へここは必勝体制といきたいところ今節初の因線です2コースは今日連勝を狙って2番の渋谷明憲前半戦絶好枠しっかり生かしました2番の渋谷そして3コースには3番の稲良浩二です前半戦大外枠の一戦でしたが追い上げての3着そして後ろ3艇が船引きます 前回の初下ろしから動き目立っていたモーターの2人4番、吉田5番の畑以前オール3連体キープは4コースカロイチ、ら14番の吉田良太郎前半逃げて圧倒しました5番の畑英吾こちらも今日連勝がかかります6コース、こちらは今回初下ろしのモーター今日は踏みとどまりたい6番の川崎誠司体形インコースから1番、2番、3番4番、5番、6番ですスタートしました少し1、2コースが遅れたスタートになりました さあ伸び返せるかというところですが3コースから3番の稲田がまくってく抵抗する1番の北川内がぽっかり空いて4番、吉田5番の旗この2人のまくり出しが一気に突き抜けました。 スタートは前提、正常内4番の吉田が一点シンほどリード外は5番の旗この後ろ3番手は3番稲田に内から6番の川崎外へと持ち出しますが2番の渋谷曲がってきた2クの旋回3番手、2番の渋谷内が狙うも3番の稲田が振り切る6番の川崎の差しはこれは届きません3番手はここで3番の稲田が2点シンほどリードレースは2周目です先頭4番の吉田リードは3点進二2番手に5番の旗2周1クの旋回です そして後ろ3番手、今度は内側狙った1番の北川追い上げてはいますがここでは3番稲田まだ3番手リードは現在2点止半ぐらい4番手から追いかけるのは1番の北川さらには6番の川崎ここで2番の渋谷が最高峰になりました2周2幕の旋回です先頭4番の吉田そして2番手で5番の旗と旋回3番手は3番稲田ちょっとばたつきましたがまだ1番、北川とは差がありますその差が2点止半。 上位算定は4番、5番、3番で最終周回です先頭は4番の吉田涼太郎2番手に5番の旗最後のバックテレッジへと移ります3番手は3番稲田1番の北川との差はこの辺りでも2新半ぐらいと変わりません確定が最後のバックテレッジへと移りましたゴースタートを切ったダッシュ勢に展開も向きました先頭4番の吉田涼太郎2連単4番、5番の組み合わせれば36.9倍です